去年 NPB 日本野球機構の選手を引退し、今シーズンは独立リーグの大分 B リングスでプレーする内川誠一選手が、昨日臼杵市で行われた試合で現役選手としてのラストゲームを迎えました。3番指名打者でスタメン出場した内川選手は、6回の第3打席でセンター前にヒットを放ち、スタンドに集まった1000人を超えるファンの声援に応えました。明日からは元野球選手内川誠一として頑張りますので、ぜひ元野球選手内川誠一の方も応援していただけると嬉しいなと思います。ベイスターズやホークスなどで活躍した希代のヒットメーカーは、地元のファンの前でチームメイトに胴上げされ、23年間の現役生活に別れを告げました。